オアハカ、またはオアハカデ・フアレスは、メキシコの都市。オアハカ州の州都であり、同州最大の市。南シエラマドレ山脈の中の標高1550メートルの高地に位置している。人口は、約519,660人。市内歴史地区と共に、世界遺産に登録されたモンテ・アルバンは、市の郊外に位置している。名称の由来は、 ナワトル語の噂格がスペイン語風に生まったものであり、後に加えられたデフアレスは、初めて先住民族から大統領に選出された、同州出身の国民的英雄ベニートフアレスに、ちなむ。観光、最大の産業都市、コロニアル様式の歴史地区及びサポテカやミシュテカなどの先住民族文化を観光資源とするほか、モンテアルバニへのアクセスも容易。他にも、ミトラ、 シューレの木、イエルベ、エレ・アグアなど周囲にいくつもの見どころが点在する。また、1ヶ月間続く先住民族の祭り、ゲラゲッツァもよく知られる。ハロウィンに似た死者の日の祭りも盛大に行われる。オアハカ州の先住民族の割合は約40%で、これはメキシコ全体における割合の約15%と比較しても非常に高い数値である。 サポテカ、ミシュテカのほか、アステカも多い。オアハカ郊外には彼らのコミュニティがいくつもあり、曜日ごとに違う場所で開かれるメルカドには、たくさんの先住民族が集まる。オアハカ市内では毎週土曜日に、アバストス地区で開かれる。オアハカチーズメキシコ国内においてもかなり特色の強い食文化で知られている。代表的なものにモーレとオアハカチーズがある。 7種のモーレの地と呼ばれるオアハカには様々なモーレがあり、特にカカオのモーレが知られる。モーレは様々な食材と組み合わせて調理される。オアハカチーズは牛の乳から作られる伝統的なチーズであり、外観も味もモッツァレラによく似ているが、伸縮性と縦に避ける独特の食感があり、人種を問わず非常に人気がある。また、中心部のメルカドでは、 テニスボール台からバスケットボール台まで様々な大きさのオアハカチーズが山積みで売られ、もーレも様々な種類が固形で量り売りされている。他にも伝統的なパンやチャプリネスと呼ばれるバッタの揚げ物などが知られる。メキシコシティやキハーナとは異なり、市内の治安は決して悪くはない。一部の地域を除き、夜間でも観光客の一人歩きができるレベルにある。 ただ、メキシコ南東部において共通することだが、現地住民にとっては東洋人が珍しいために多くの視線を浴びる。ホームレスはほとんど見られない。衛生状態はアメリカと大差ないが、生物や飲料水には注意すべきである。レストランなどでの食事では問題はない。水道水は飲用できるが、ミネラル分が濃く混ざっているためにかなり飲みにくい。 これは、メキシコ全土に言えることだが、オアハカ市内にも野良犬の姿が目立つ。狂犬病感染の恐れがあるため、触れるべきではない。市街地では自動車からの排気ガスが多く、特に渋滞時には歩行者が咳き込むほどである。モンテ・アルバンの高校遺跡オアハカの歴史地区とモンテ・アルバンの高校遺跡が世界遺産として登録されている。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。オアハカの歴史地区オアハカの街並み、ありがとうございます。